じゃあ、それでは、3ゲーム目は、大阪大学の中田君です。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。私は大阪大学で、去年から准教授として、去年ちゃうか、一昨年か、働いてるんですけど、まあ、アカデミックの立場から、ちょっと皆さんにアドバイス、まあ、押し付けがましいですけど、まあ、自分がどういうふうに、進んできたかみたいな話をしつつ、そういうことをちょっと伝えれたらなと思います。じゃちょっとスライドをシェアします。私の方で、今日喋らせていただくのは、なんかまあ、勝手口からの物理学というタイトルで話したいなと思ってます。っていうのは、まあ、私は物理をなんか昔から、まあ、子供の時からやりたいなとずっと思ってて、で、まあ、理学部とかに入って物理やるんですけど、なんかどうもあんまり普通の、ルートのやつにしっくり来なくて、で、なんか、右往左往して、いろんなとこに、こう、いろんなアプローチを試すんですけど、まあ、その、どういうふうに、まあ、失敗してきたか、まあ、まっすぐ行かずに、どういうふうに失敗してきたか、みたいな、そういう話をちょっとしたいな、というふうに思って、準備してきました。よろしくお願いします。で、私自身が、研究しているものっていうのは、この上の写真にあるような、まあ、いろんな金属パターンを作って、で、それによって電磁波の、まあ、特性を制御するような、まあ、そういう研究をしています。まあ、例えばこちらだと、こういう金属のこういう丸と線がこうかごめ格子状にまあ連なっているような、まあ、そういうパターンですね。そういう金属パターンを作って、まあ、そういうのに電磁波を当てたときに、まあ、どういう応答をするのかとか、まあ、こういう対称性がどういうふうにその電磁波の応答性に、寄与するのかとか、まあ、そういうことに、関心を持って、研究しています。まあ、他にも、例えばこういうフィルムみたいなやつを、まあ、こういうのの金属パターン、まあ、うまくこういうところに作ってあげて、で、これで、その、例えば光の回転する方向とかを、変えれたりすると、まあ、すごく薄くて、そういう光の、その、例えば偏光とかいう、まあ、どっち方向に振動してるかってことですけど、まあ、そういったものをこういう薄いもので制御してあげようとか、まあ、そういった研究を、しています。まあ、他にもこういうチェッカーボードの形に、ものを作って、まあ、電磁波を制御したりとか、まあ、磁性体、磁石ですね。磁石の一種に、まあ、磁石の波のようなものを立てて、どういうふうに伝播するかっていうのをこういう形で、制御したりとか。で、まあ、最近はその最後にちょっと時間があればしゃべるつもりですが、そういうトポロジーとこういう金属構造との、関係みたいなものを、研究しています。で、こういうのは、まあ、メタマテリアルって言われてるんですけど、まあ、こういう金属の構造を使って波を、まあ、制御してあげたい、まあ、そういう気持ちでやってます。で、構造で、まあ、波がどれだけ制御できるのかっていう、まあ、そういう問いを、まあ、立てて、で、こういうので、どんだけ変な波の伝播を引き起こせるかっていうようなことを、追求しています。で、学部は、京大の理学部卒で、その後、工学研究科で修士、まあ、から入りまして、で、そこで博士号を、取得しました。で、その後、信州大学っていう、長野県の、大学で、3年間助教しまして、でから、東大で3年間特任助教して、で、今、阪大に、2年目になってるっていう、まあ、こういう経歴になります。まあ、なんで、まあ、もともと理学部で、その後工学部に移ったタイプで、だからもともとその、私のモチベーションっていうのは、もう物理で何かしたいっていうことにまあ尽きてるんですけど、まあ、それで、まあ、やってて、で、途中から工学に移ったんですけど、まあ、基本的には、まあ、モチベーションとしてはあんまり変わってないと、まあ、自分では思うんで、まあ、その辺のことをちょっとお話しできたらなっていうふうに思ってます。で、まあ、自分の歩みの、まあ、イメージなんですけど、まあ、物理とか数学とか、まあ、そういう工学とかもそうですけど、なんか壮大な、建築物みたいなもので、まあ、先ほど、のぼりさんが、お話されてたプログラムのコードとかも、なんかもう、ここからでは常人にはアクセスできないような、
なんかこの壮大な建築物のようなところがあります。で、まあここまっすぐ行ってそこにまあ入って、でそこでまあ、どんどんそういうのを開発していくっていうのは、あり得ると思うんですけど、まあ、私はどちらかというと、なんかみんながこっちに行くと、なんか、やっぱちょっとようわからんなと思って、横に行ってしまって、んで、なんか別のことをしてるうちに、まあ、こっちにたどり着くんですが、なんかこう、なんていうのかな。まあ、こういう目標があって、こういうことしますみたいな、そういうのはあまり考えずに、学生時代過ごしてきました。つまり、例えば、スマートフォンを作りたいから、こういう大学に入って、でこういう学問を修めて、まあ、それを、企業で活かして、みたいな、そういう発想っていうのは全くしてませんでして、まあ、その物理っていうので何かしたいなっていうので、自分にしっくりくる考えは何だろうな、みたいな。まあ、そういうので、まあ、いろいろいじってきたんですね。で、まあ、先ほどのお話でもあったと思うんですけど、なんか自分でこういじってると、なんか親近感湧いたりして、あ、こういう壮大な建築物の前で、例えば本でそういうのを学ぼうと思っても、なかなかまあ、読もうと思っても難しくて読めないって時とかもよくありますけど、まあそういう時になんか、まあすぐ横向いちゃうタイプで、で、それでなんかおもろいなって思うことをちょっと探してきたようなとこが、あります。で、まあ、理科とどういうふうに関わってきたんかなっていうのをちょっとまあ思い起こしてみると、まあ、うちのおじいさんがですね、これ母方ですね、間違えてます。母方の、祖父が、まあ、趣味人でコレクターだったんですけど、まあ、うちの母とか祖父とかに、その動物園とか博物館とか化石屋とかに連れて行ってもらって、なんかそういう、なんか出てますね。はい、そういう、とこに連れて行ってもらうことで、なんか理科の素養みたいなのが、生まれたタイプです。まあ、でも、なんかそういうのって、なんか不思議なんですけど、まあ私の家系では、まあ、この、まあ私と同世代のいとことかって11人いるんですけど、まあそういうのに感謝を持ったのは僕だけでして、で、まあ、やっぱ結構こう11人いて1人って結構少ないなと思います。なんで、なんかまあ理科好きにしようとしてもなかなかならんねんなっていうのを最近ちょっと、思います。で、まあ、私の一家も全員文系なんですけど、まあ、そういう環境だったんですが、なんかまあ、こういうの、やらせてもらえてるんで、まあ、それは、良かったな、っていうふうに思います。で、まあ、これ、父と母が逆になってですね、こっちが父なんで、まあ、父方の祖父は、大阪で印刷業やってたので、まあ、そこで機械とかずっと見てました。なんか機械、印刷機の、バタバタ動いてる様とか、まあそういうのずっと見てて、でまあそういうピタゴラスイッチみたいな感覚だと思うんですけど、そういうのを、眺めるのが好きでした。で、まあ、家の前にガソリンスタンドがあったんですけど、まあそこで洗車機、車洗う機械があったんで、まあそこになんか入り浸って、まあ、その機械の絵を描いたりしてたという話です。何が、面白いんかって言ったら、まあ、やっぱ回るんで、ぐるぐる回るんで、なんかずっと回ってるもんみたいな、なんかちょっと神秘的じゃないですか。で、そういうので、なんかこう、面白いなと思って、当時なんか見てたような感じがあります。で、まあそういうの感じでですね、まあいろいろこう自然科学とか機械が周りに多かったんで、まあ、通勤になったんですけど、まあ特にまあ物理に関心を持ちまして、で、物理へ、をなんか大学でやりたいなっていうのをずっと思ってました。で、まあ、最近は、子供ができて思うことは、興味は多分人それぞれなんで、多分まあみんな、これはこういうふうな道に進んでいくんやみたいな、そういうのってあんまりなかなかうまくいかないような気がするなということをちょっと最近思うようになったんで、こういう話をちょっと入れてみました。で、なんでまあ物理をやろうと思ったのかっていうと、まあ、物理ってなんかこう、特に人間みたいに複雑な系、まあ、今朝の最初の時にも話が出てましたけど、なんかそういう、複雑な系じゃなくて、むしろ単純な系を突き詰めることによって、発展してきた側面が強いわけです。で、まあ、そういう意味で、まあ、なんか、ピュアな感じがちょっとするわけですね。
で、まあそういうところにまあ惹かれるっていうのは、かなりまあ物理学とはまあみんな典型的だと思います。で、まあ子供の頃はなんかあんまり人っていうのはなんか、まあ、どっちかって言ったら引っ込み思案の方だったんで、まあそういうのがあんまり好きじゃなかったっていうのもあると思います。で、まあ特にまあ小さい頃、小さいっていうかな、まあなんか昔思ってたことは、なんか式でまあ世界のことが分かるっていうのは何やっていうのは結構、これなかなか大学生のになったばかりの人でもなんかあんまりピンとこない人いるかもしれないですけど、その式で世界がこう書けるっていうのは何かこう、面白さっていうのをちょっと感じました。まあ、どういう意味で式で世界のことが分かるんやろうみたいなことを、昔から、子供の時に思ってました。で、まあ、アインシュタインとかの伝説って、まあ、いろいろあると思うんですけど、ベロベーって出してるようなやつとかもあると思うんですけど、まあ、そういうのもなんか、輝きを添えているわけです。まあ、そういう伝説って、まあ、すごい、その、後世になって、いろんな人とかも語るようになったんで、でまあ、その面白い話だけが残ってるわけですから、まあ、そういう話聞いてると、なんか面白いなっていう、そういうのとこがあって、まあ、物理いいなというふうに思いました。で、これはなんかちょっと、哲学的ですけど、なんとなく物理ってなんかこう宇宙の真理とか人生の意味をなんか与えてくれるような気がするっていうところが、まあ、ちょっとあったんかなと思います。まあ、今の目で見ると、まあ、別に宇宙の真理っていうのも、まあ、これはまあ作ってる、まあ、人間がそういうふうに理解する、まあ、そういうやり方だと思うんで、なんかまあ人間が作ってるもんだと思うんですけど、自然を対象にして、まあ、人間の考えもちょっと入ってるってところがあると思うんですけど、まあ当時はなんかもっとこう、なんというか、自然っていうのがすごい、あって、で、まあそこになんか真理があるんじゃないかな、みたいな。まあなんかそういうふうに思ってました。最近はちょっと僕はこういうふうにはあんまり考えてないんですけど、なんかそういうことを、思いました。で、なんか最近ですね、ワインバーグが、この物理学者でノーベル賞を取った人なんですけど、科学の発見っていう本を書いてて、まあ、そこにある種のこういう高邁な考え方が、データベースに載ってました。なんかこういうことを書いてるんですね。ギリシャの科学はポエムに過ぎない。物理こそ科学の先駆けであり、科学の中の科学である。科学、生物などは二等の科学だ。数学は科学ではない。こんなん書いていいんかってちょっと思いますけど、まあ、よく見ると、なんかこのブックデータベースっていうところには、なんかこの、特にここですよね。これ多分売れるために、なんかこういう、セリフを入れてるんだと思うんですけど、なんかこういうことが書いてありました。まあ、でも、多分これってなんかちょっとすごい、なんか傲慢な考え方で、傲慢な考え方で、まあ、なんか物理で分かることっていうのは、まあ、一部、すごい発展した、20世紀にすごい発展したんで、すごい、なんていうか、方法論としては素晴らしいんですけれども、まあ、分からない、朝の話でもありましたが、まあ、複雑な系になっていったりすると、まあ、だんだん手に負えなくなっていくっていうところがあって、まあ、こういう考えっていうのは、どこまで使えるのかっていうと、結構、微妙なとこあると思うんですけど、なんかその、若い人っていうのはこういう、なんていうんですかね、センセーショナルな言葉になんか惹かれやすいところがあって、まあそれを多分意識して、こう、本の紹介文に書いてあるんですね。で、多分本文には書いてないんじゃないかな、と思うんですけど、まあとりあえず Amazon で皆さんこれ調べてみてください。こんな、二つなんか、そのデータベースのところと、なんかその内容紹介のところがあって、片方だけなんかこういう言葉が書いてます。でも、まあ、これ自体は、多分、なんか、まあ、あんまりいい考えではなくて、まあ、それぞれの世界に、いろいろ、その科学的な、その、知見があって、で、まあ、そういうのが階層的に連なってるっていうのが、まあ、今の私の考えになります。で、まあ、他にも、まあ、こういう物理に進んだ、理由の一つは、まあ、昔から機械が結構周りにあったんで、そういうのを分解したりしてたんですが、まあ私の時にはもうすでに結構 IC 化が進んでまして、開けてもまあなんかようわかんないですよね、チップが入ってて。で、そのチップの裏側になんか神秘的なことがあるんじゃないかなっていうようなことをちょっと期待していました。で、まあこういうのがなんかまあ、昔のなんか素朴な、見た目なんですけど、まあ実際はまあなんかこういうイメージと、実際の学問は結構違うなっていうのを、やってて思います。
まあ、こういうのはなんかこう周りから見てるときはまあこうなんですけど、そうじゃない面も結構あるなっていうふうに、普段、思ってます。まあ、いずれにせよでもまあ最初の頃はなんかこの点の考え方みたいなのに多分惹かれたんだろうなというふうに、思います。で、まあ、物理のまあ思考の仕方って多分ちょっと特殊なんですよね。で、まあ、それをまあどういうふうに、なんか具体的に例を挙げて、まあ、それをちょっと、紹介したいなと思うんですけど、例えばまあ小数の法則から世界を説明するっていうような、まあ、そういうやり方っていうのがあります。で、これについて後でちょっと説明したいと思います。で、法則っていうのはまあ経験とか演繹をまあ組み合わせてまあ見出されています。で、法則っていうのはまあ数式の形になってて、まあ、式を解くことによって、まあ現象を説明できると。でさらに、その法則っていうのは、その知らない状況に対してもなんか予言力が、働きます。なんで、知らない状況でもなんかこの法則を適用することで数字を入れるとその状況が予測できるっていう、まあ、ここがかなり強いところになります。で、実際そういう、物理学っていうのは、そういうデバイスとかの開発とかに、まあ、量子力学とかも直接役に立ってるんで、そういう意味で、さまざまなところに直接的に、役に立ってる、まあ、直接、間接、両方で役に立ってるっていうのは、まあ、そういう側面もあります。で、まあ、特にこの一番最初のところっていうのに、ちょっと着目して、お話ししたいと思います。で、まあ、例えばですけど、まあ、ニュートン力学の成果っていうのを、まあ、一言で言うとしたら何かなって思ったときに、まあ、そのかつての考え方と、まあ、今の考え方の違いっていうのを、まあ、端的に示す図っていうのは、まあ、これかなと、思います。もともと、昔は、世界っていうのは、地上の世界と、天空の世界っていう、まあ、2つの、世界に分かれてるっていうふうに、まあ、考えられていて、で、まあ、それぞれ違う法則で、まあ、動いてるっていうふうに、思われてました。実際に言うと、例えば地上では物を転がしても止まっちゃうわけですよね。で、一方で、天空の世界では、天体が、無限に運動を続けている。例えば月とかは、空はぐるぐる回ってるし、惑星とかもいるし、他、星もたくさんいるみたいな感じで、なんか全然違う世界だっていうふうに、考えられてました。これその様子を表していると思うんですけど、こちら側の人っていうのは、なんかこう地上の世界っていうのは、なんかほんまに人間の世界で、で、空はなんかこう特殊な世界だと。例えばここにキリスト教の、マークで、車輪ってなんか特別な意味があるみたいですけど、そういうものがあって、まあこういう世界ってこうちょうどこう分かれてるみたいな、そういう見方が結構あったようです。で、ニュートンがまあしたことっていうのをなんかシンプルに言うんであれば、まあ、この2つの異なる世界をまあ統一するっていうことだと思うんですけど、まあ、それをなんか絵で描いたらまあこんな感じかなと。まあ、ちょっと雑いですけど、まあ、ボールをこう投げてると、まあこう落ちるわけですけど、まあどんどん遠くまで遠くようにバーンって投げると、まあ、どうなるんかなっていうと、まあ、ずっとそのうちぐるぐる回り出しますと。で、それってまあ常に落ちてるんですけど、落ちてるけど地球が丸いせいで、まあ、落ちきらずにどんどんまあ進んでいってずっと運動するわけですよね。で、まあ、それが実は月にも成り立ってて、月っていうのも、常に落ち続けていてぐるぐる回ってると。つまりこれで言えることっていうのは、こういう、ボールっていうのの、法則っていうのと、この月の法則っていうのが、まあ、実は一緒ですよ、みたいな。で、それが、まあ、万有引力の法則ってやつだと思うんですが、まあ、こういうふうにですね、地上と天空っていうのは、なんか世界観みたいなのが違ったんですが、そういう世界観がまあ統一されるわけですね。で、そういうのがなんか物理の一つの魅力かなっていうふうに、思います。で、まあ、これ実際式解いて、こういうのは、どうなるかっていうのを、例えば大学生で1年生とかで勉強すると思いますけど、なんかまあそういう式解くっていうよりは、むしろなんかこう感覚で
昔信州大学に行った時に学生の人が言ってましたけど、まあ、月もずっと落ちてるんやなみたいな、なんかそういう感覚でわかるみたいなのが、なんか、まあ、物理の一番の魅力なんかなっていうふうにちょっと思ってます。なんで、まあ、そういうふうにちょっと考え方が統一されたりするっていうのが、なんか面白いポイントかなっていうふうに思います。で、昔の、まあ、私の目標は、こういう物理を理解して、まあ、自分の世界の見方を変えたいっていうふうにずっと思ってました。高校生とか大学生の初めの方とか。なんかこう、何かしたいっていうよりは、世界の見方を変えたいなっていうのが、一番の、理由でした。で、まあ、世界の見方が変われば、なんか新しいものも出てくるやろっていうことで、まあ、とにかくなんか自分の世界観みたいなのを持ちたいなと思ってたのが、まあ、その学部の時だったなっていうふうに思います。で、まあ、その、時のアプローチ、まあ、結構どれもそれだけではなかなか難しいなと思ったんですけど、3つ、私が行ったアプローチがあって、1つはまあロジックで数学、とかのを勉強するってことで、まあ、もう一個は歴史的なことを勉強するってことで、で、最後にまあ工学っていうのがあって、で、こうやってまあ物理から見るとちょっとずれてると思うんですけど、直接は。まあ、そういうのが逆に役に立つみたいな話を、ちょっとしたいと思います。で、まず、この数学の話からしたいと思うんですけど、まあ、数学っていうかロジックですね。で、高校生の時になんかよく、まあ、こう、物理について、考えてたんですけど、まあ、例えば運動方程式どう読みますかみたいな。まあ、これ、まあ、物理取ってる人やったら、よくご存知だと思うんですけど、これ質量で、うち加速度で力ですよ。で、これ運動方程式で、ニュートンの第二法則、力学のまあ第二法則とか呼ばれてるやつになるわけですが、まあ、これどうやって読むんかなっていうのとかを、ちょっと、高校生の時に、よく思ってました。でこれ、まあ、読み方いくつかあり得て、例えば、まあ、法則として力が、質量を、がある物体にかかってる時に、その時に、まあ、加速度がどういうふうに出るっていうふうに読んでもいいですし、逆に M、質量 M の物体が、加速度 A で加速してる時に、そいつにかかってる力は F ですよ。まあ、そういうふうに読んでもいいし、逆にむしろ違うと。M は定義されてないんだから、M を、F 割る A で定義するんだ。まあ、そういう見方で、まあ、読んでもいいわけですね。なんで、なんかこの法則ってなんかこう、いろんなこう読み方があり得て、で、まあ、どういうふうに読めばいいんだろうっていうのを当時結構考えてました。で、まあ、皆さんどうやって答えますかってことで、もしブレイクルームアウトとかやるんだったらこういうの、考えてみるといいと思うんですけど、まあ、これ、なんか僕、ちょっと、学生の時、ちょっと、若干、よろしくない学生で、高校生の時とか、こういうの授業で聞くような、ちょっと嫌なやつでした。で、まあ、その時、なんか結構問答になって、まあ、面白かったんですけど、まあ、これは法則だとか、まあ、その学校の先生とか言うわけですが、で、まあ、じゃあ、質量はどうやって定義するんですかとか、まあ、そういうことを聞くわけですよね。じゃあ、質量っていうのは、まあ、重量計で測ればよろしい。まあ、そういう答えが出てくると思うんですけど、まあ、じゃあ逆に重量計は何に基づいてるんですかみたいな、まあ、こういう感じでこうぐるぐるこう、なかなかこう何が基本的かみたいなって答えにくいんですよね。今も、これはまあ結構答えにくい問題だと、個人的には思ってますが、まあ、ある種の答えっていうのは持ってるんですけど、まあ、結構曖昧なところもあるなというふうに思います。で、まあまあ、こういう例を通して、まあ、これずっと続けていけば、そのうち基本的なものって出てくるんで、それやればいいんですけど、まあ、大学に入ったら、まあ、ぜひもっとこう、守備一貫した体験を持って世界を理解したいな、っていうふうに、思ってました。で、まあ、学生の時は、学部入った時に、あえて、なんか、上の学年の授業を取るみたいな、そういう一ビットことをしてました。で、まあ、それで、まあ、私はまあ京大だったんですけど、解析力学の授業っていうのがあって、まあ、解析力学って何かって多分みんなご存知ないと思うんですけど、そのシステマティックに、運動方程式をまあ得るための、まあ、力学をうまく定式化するための方法論みたいなのがあって、でそれを1年生の最初に取って、これも結構度肝を抜かれました。
っていうのも、それが微分形式っていう、なんか見たことない記号を使った解析力学で、なんか全く理解できないですね。で、どれぐらい理解できないかっていうと、まあ、ベクトルっていう概念すらわからないわけです。授業でベクトルが出てくるんですが、まあ、ベクトルっていうと、まあ、普通矢印なわけですけど、なんか、ベクトルが一番最初に、まあ、導入されるんですが、その授業で。で、それがもう、ベクトルっていうのも、なんか、矢印じゃないんですね。で、どういうふうに習ったかっていうと、まあ、ベクトルとは微分演算子であるっていうふうに、まあ、その授業では始まって、で、それがもう全然わからなかったっていうのをちょっと記憶しています。で、なんで矢印が微分やねんみたいな。まあ、当時は何にも知らないんで、なんかほんま純粋にもう全然わからなくて、で、その後、まあ、いろいろ、調べたり、まあ、大学生以降になって分かったことっていうのは、まあ、こういうベクトルって何でしょうっていう問いっていうのは、実は相対性理論とか、数学でいう多様体っていう、まあ、局面の一般化した理論があるんですけど、そういう理論と関係してて、まあ、なんていうか、解析力学の、主要な、その、教える内容とはちょっと違うんですが、まあ、これがなんか僕は、全然そのどこの分野から来てる考えなんかっていうのが全然分からなくて、で、当時そのすごく引っかかりました。で、まあ、授業後にその先生に質問に行ったけど、なんか変換則が一緒だって、まあ、とかそういう話をいろいろされて、でも合ってるんですけど、今の目から見たら全然合ってると思うんですが、学生の時はなんでそういう、なんやろ、なんかでもそれってでもなんでそもそも演算子なんみたいなとかが、普通に分からなかったです。この例が言えることは、まあ学生の人が見てる世界観っていうのと先生が見てる世界観っていうのはだいぶ違うってことだと思います。で、まあでもなんか分からないなりにすごくなんか印象に残って、で、頑張ってノートを取ったことを覚えてます。で、で、まあ多分一番重要なことは、それ結構強い印象に残りました。これ多分この先生はすごくこの、やり方を、まあ、あえてやられてる方だったんですけど、まあ、京大の、その、人間のところで、行われてたやつなんですけど、授業、まあ、一般教養の授業でやってたんですけど、まあ、普通多分そういうふうに教えないですが、それをこういうふうに教えてくれて、で、まあ、僕の中にその分からないっていうのをかなり印象づけてくれて、で、それがまあ非常に、記憶にあります。なんで、まあこういうのって結構逆に後でなんか、役に立つことってこういう分からないことだったりするのかなっていうのを、最近は、ちょっと思ってます。で、まあまあこれでですね、結構、こういう微分とか積分の簡単な概念が分からないっていうのが、なんか僕の学生時代の特徴だったように思います。まあ、例えば、これ高校で、傾きっていう概念をまあ微分っていうふうに習うんですけど、デルタ F あるデルタ X っていうのが DFDX っていう、これ微分だっていう、まあ、こういうのを高校でやると思います。で、大学だと、なんかこれが X と Y っていう2つの向きが出てきて、で、この辺微分っていう、まあ、多変数になってるんで記号がちょっと変わってますけど、基本的にはこの上のやつと一緒。で、こういうのがまあ出てくるわけです。で、なんかこういうのがですね、いつの間にか物理の授業で DF イコール DFDXDX とか DG イコールデル G デル XDX とか言って、こういうふうに、書かれてまして、で、僕が学生の時に、分からなかったのは、なんかなんだろう、この D って、みたいな。ここデルタから D にわざわざ変えてるんですよね、こういうの。で、なんで、まあ、この D は何やねんって。ものすごく思いました。1年生の授業ってこの D がいっぱい出てくるんで、これがさっぱりわからなかったです。これを、強く印象づけたのは、熱力学で、ルジャンドル変換ってやつを習うんですが、まあ、それが、最も、なんか、これを印象づけました、僕に。で、これは、高校でやる、デルタ U が、仕事、力学的な仕事と熱の入手、流入流出っていうのに、まあ、2つに分かれますよっていう式なんですけど、まあ、あんまり式の、詳細は別に今回どうでもいいですけど、まあ、ここからなんかルジャンドル変換っていうのを行って、なんかこういう F っていう量を定義すると F イコール U-TS っていう、まあ、これ S って何か分からないと思うんですけど、まあ、これは授業でやって習ってください。
まあ、こういうの、計算すると、この DF っていうのを計算すると、なんかここの部分の TDS っていうのが、マイナス SDT に、置き換わります。こういう形で。で、これが、教科書にいっぱい書いてて、で、解析力学の本にも、なんかこういうのが出てきます。で、ここで、なんか DF イコール、なんか、なんとか DV、なんとか DT っていうのが出てくるんで、なんか、これで独立変数が V とか T に変わりましたよとか、教科書に書いてるんですが、これはもう全くわからなくて、なんでこれがこんな、話で、この話が終わって、いいって言ってんねんみたいなのが、全然わからなくて、で、これもすごく引っかかりました。で、まあ、この経験はですね、何を思ったかっていうと、まあ、なんかどうもこの D は深い意味があるようだぞっていう、まあ、僕が、当時は、これがどこから来てるかっていうのが分かってなかったんで、まあ、それがなんかどうも別のとこから、物理じゃないとこから来てるようだぞっていうことを、なんかちょっと学びました。で、まあ、学生時代は、まあ、こういうこととは別に、まあ、理学部って自主ゼミって言ってみんなで勉強しましょうっていうような、そういう、こともできまして、部屋貸してくれるんですね。教団理学部だと。で、そういう部屋貸してくれるんで、まあ、そこで、友達と一緒に勉強したりとかをしてました。まあ、その時に読んでた本っていうか、こういうやつなんですけど、まあ、こういうのの触りをちょっと読んで、まあ、結構読んだやつもあるんですけど、まあ、結構表面的にさらって、感じでした、ね。で、まあ、こういうのをやっていくうちに、なんか、まあ、その大学でこういう、なんていうんですかね、名著を読もうっていうのを、なんか、古い良き文化があって、多分今はオンラインで皆さんやってるんじゃないですかね。ぜひそういうのに参加して、自分のこういう、なんか、物理観みたいなのを作ってもらえる、物理じゃなくても、他の学問でもいいですけど、なんかそういう人と影響し合ってやるといいんじゃないかなと思います。でも、まあ、ここで、まあ、ある種の、こう、挫折を経験してまして、なんかまあ私は最初の方でつまずいて全然進まないです。なんか最初の方で普通に式が追えないっていうか考え方がよくわからんみたいな感じで、なんかさっきものの見方を、考えてから式を追うタイプだったんで、なんかみんなについていけないですね。で、他の人とまあ理解が違う、仕方は違うなっていうのを結構感じてました。で、まあ、そういう時に、なんか、ベクトル解析30項っていう本が、図書館かなんかで多分見つけたんですね。で、その、志賀浩二先生が書いてるこの本に、感銘を受けました。なんでかっていうと、なんかこう、モチベーションが書かれていて、で、さっきのこの D の話の意味論が書いてあるんですね。で、この D っていうのは、その、数学ではその外微分っていう、操作になってるんですけど、この D、D を DX とか、ああいうのは、単に変異デルタ X っていう以上の意味がつくんですね。で、そういうのの意味がちょっと書いてあって、もうなるほどと思って、で、その時にこの微分形式の理論が重要だっていうのを書いて、思いました。で、微分形式って言ってるのは、そのさっき言ってた DX とか DY とかこういうやつをなんか、意味がある量として扱うっていう、まあそういうやつです。で、まあ、そういうふうに思ったんですが、これちょっと消します。で、次これ、ちょっと待ってください。で、まあ、どういうふうに、まあ、理解するかっていうのは、なんかいろいろ理解あると思うんですけど、なんか DX とかも、なんかその単純にデルタ X っていうのじゃなくて、こういう平面の集まりやっていう、まあ、そういうふうな、理解をしたりするんですけど、まあ、多分、何のこっちゃって感じだと思いますが、まあ、なんかこういう、なんていうんですか、こういうよくあるやつを、なんか別の見方ができるっていうのに、ずいぶん感化されました。つまり、こう、人々はこれを、まあ、いろんな意味で使ってるんだっていう、人によってやり方が違うというか、で、まあ、そういうのを、なんか深く突き詰めてる人たちっていうのがいるんだなと思って、当時すごく、感動しました。で、まあまあ、この平面群っていうのはここに書いてないんですけど、まあ、物理の本とかには書いてます。で、まあ、特にこういう微分形式の理論って、電磁気学とかに出てくるベクトル解析っていう、まあ、そういう算術があるんですけど、それを包含してるんですね。なんで、まあ、これで感動したんで、まあ、ベクトル解析なんかやらずに物理も微分形式であえてやるぜっていうのを当時思いまして、で、まあ、これでちょっと若干道を踏み外した、感じがあります。
なんで、ベクトル解析じゃなくて、こういう微分形式で全部やるぞって思って、解析疑学のテストとかも微分形式で答え書いたりとかする。まあ、当時全然分かってなかったんですけど、なんかそういうことを、やるちょっと変な学生だったように思います。まあ、でもまあ、ここからまあ言える、皆さんに言えることは、まあ、世の中には結構教育的な本っていうのがあるんですよ。なんか伝わってくる本っていうのがあって、で、なんか難しい本、ではすごくまあよく書かれてるんですけど、その時のレベルによって読めたり読めなかったりするんで、まあそういうのをまあ頑張ってやるっていうだけじゃなくて、なんか自分でそういう教育的な本とか探しに行って、で、まあそういうのの出会いがですね、自分との考え方を変えるんじゃないかなっていうふうにまあちょっと思います。なんで、まあ皆さんもぜひ図書館とか活用して、こういうのをやられるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、こういう理由からですね、私はまあ、数学が重要じゃないか、当時、思いまして、で、なんか物理ってまあ、最初の話でもありましたけど、法則の読み方もなんかよくわからないし、人によってロジックも違う。まあ、これってまあ、ある意味ではまあ、そういう多様な文化でいい面だと思うんですけど、まあ、当時学生の時はなんかそういうの、なんか、あんまり良くないというように、感じてました。で、なんで、しかもなんか数学っていうのは、なんか証明とかが与えられてて、まあ、水も漏らさぬ厳密さで、すべてのものを、出してきて、なんかもうそれがもうかっこいいですよね。まあそういうのにちょっと憧れてて、で、まあ、物理をやるには数学をやるべきみたいな、これも多分あるあるなんですけど、まあそれに、私もハマりまして、で、まあ、数学ってまあ構造って言って、数学の対象になるものの、関係性みたいなのを抜き出して、で、そういうのをまあ議論するんですけど、そういう関係性のまあ考え方とかもすごく面白いと思いました。で、まあ、というわけで、まあ、物理の授業は行かずに、学部の単位をほとんど数学で揃えて、卒業しました。でも、なんかやってるうちに、なんか思ったことは、やっぱ数学って、まあ、抽象論ですごい難しいんですね。で、まあ、特に、まあ、私、かなり、まあ、いろいろ勉強したんですけど、教科書で頑張って写経したんですけど、全然頭に残らないんですよね。で、今になってみれば、まあ、当時やってたやり方って、すごく、悪いやり方をしてまして、まあ、どういうふうに悪いかっていうと、まあ、数学ってまあ具体例があって、で、そういうののまあ抽象化をどんどんやっていくんですけど、まあ、具体例だけ無視して、なんか、具体例は無視して、なんか抽象論だけ追いかけたいな、みたいな、そういうなんかずるですよね。ずるい考え方をやってたせいで、なんか全然頭に残んないですよね。まあ、それはだって、そのね、今記述したいものがないのに抽象論を勉強してもなかなか頭に残らないですよね。で、まあ、構造とかの話も、まあ、具体的な例があって、まあ、そこから抽象化されてるわけで、まあ、そういうことを理解してなかったですね。で、まあ、ただ私はただただこう抽象的なこういう論理をコレクションしようとしてたんですけど、なんかそれは、かなり大きな壁にぶつかりました。なんで、あんまり勉強した割には残らないっていうちょっと残念なことになっちゃったんですけど、まあ、結局だからイメージも湧かないし、なんか難しいことを頑張ろうとしてる割にはなかなかできないっていう、まあ、よくある学生になったと思います。で、まあ、その時、まあ、今になるまで学んできたことっていうのは、数学者とかは、まあ、別にそういうロジックっていうか論理だけでやってるわけじゃなくて、なんかもっと頭の中にこう数学の世界みたいな具体的な世界があって、で、そういう具体的な世界を理解するために抽象的な論理を作ってるんですね。なんで、その抽象論だけ勉強しても仕方ないですよね。で、まあ、そのことに気づいてなかったっていうのが、なんかまあ、ちょっと当時の、失敗だなと、今も思います。で、まあ、個人的にはもうそういう数学の世界って、もう頭ついていかんし、むずいし、どうしようって思って、まあ、でも実際現実を相手にしたいなと思ってたんで、まあ、やっぱ物理だなっていうふうに思って、4年生ぐらいで、軌道修正しました。で、まあ、むしろ数学の考え方みたいなのが、まあ、物理に現れるっていうのが面白いんじゃないかなって、まあ、今もそれは思っています。はい。まあ、授業って、まあ、その学生の時いろんな関わり方があると思うんですけど、まあ、それが、どういうふうに、関わるべきかっていうのは、まあ、当時を振り返って、まあ、皆さんに伝えれるとすると、まあ、授業って、まあ、得られるものも多いんですけど、まあ、それだけで全部わかる
っていうような話もないんで、まあ、ぜひそのなんかいろんな出会いの中で、まあ、先輩教員授業、まあ、いろんな、チャンネルがあるわけですよね、まあ、そういうのの中から、まあ、自分の道を皆さん探られるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。でも私理学部にいたんで、まあ、授業との付き合いっていうのはむちゃくちゃ適当でした、まあ、課題もほとんど出てないし単位も必須のやつないし、まあ、物理の単位も全然集めなかったですが物理で、卒業できました、まあ、物理で単位を取ったんやつってまあほとんど最初 2,3 回しか出席してなかったし、まあ、数学の授業はなんかすごく意味があると思って、写経しに行ってました、でもさっき言ったような理由でなかなか頭に入ってこないってちょっと残念なことになってます。でもまあ物理で卒業させてもらってで、まあ、当時まあ理学部って同じ授業で同じ時間に授業を2個入れたりとかそういうのができました。今もできてるのか知らないですけどテストだけ受けたらまあ、そういう授業出てなくても単位出すみたいなそういう文化もあったりして、まあ、すごい自由で、まあ、すごい良かったなと個人的には思ってます。なんでかっていうと、まあ、あんまり授業をに全フォーカスするとやっぱ結構モチベーションがそがれてなんかもともとやりたいとかそういう思いが消えちゃうんで、まあ、特に最近思うことはあんまりこう厳しい授業とかあったりすると、まあ、私とかもまあ研究とか面白いと思わんかったかもしれんなとかをちょっと思ったりします。なんで、まあ授業とかも、まあ、自分がやる時になってもこういうことをちょっと考えるようになりました。で、まあ、考え方をですね、継ぎはぎで、いっぱい、集めていくよりは、自分の考えを筋を持って、つかめてる方が、まあ、結構役立つことは多いかなっていうふうに、まあ、思うんで、まあ、皆さん、まあ、授業をうまく活用して、まあ、ぜひ自分の道を探されるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、今言ったような、まあ、数学のロジックみたいなやつは、結構、ある種の私の中での学部生の時は行き詰まりを見せまして、まあ、それはなんかズルしようとしてるからなんですけど、そういうのではなかなかうまくいかないんで、じゃあなんか哲学的に転換しないかんなと当時結構思って、考えてたのが、まあ、歴史とかも知るのが重要なのかなっていうのを、思いました。まあ、数学的なことばっかり考えててもなかなかこう、分からん。でなんで分からんかって言ったら、まあ、その歴史とか、まあ、考えられてきた道筋とか、まあ、無視してるから、抽象的なもう最後に出来上がった構造物だけを取り出してるからかなというのをちょっと思いまして、で、まあ、ロジックだけをまあ重視しても行き詰まるなと思って、まあ、ちょっと歴史的なことを調べたりしようっていうふうな時期もちょっとありました。で、まあ、まあ、その理由の一つは、まあ、例えば何か法則とか発見された当時、とかを知るとなんかこう過去の、まあ、問題点をそういうのを調べたりすると見方が変わったりする、まあ、特にアイデアの源泉っていうのが分かると、まあ、こういうふうに発見されてねんなとか、 なんかそういうことがまあ分かると結構まあ自分の理解にもなったりするんで、まあそういうことを、探そうっていうふうなことにな、してました。で例えばまあニュートン力学とかはまあその第1法則、第2法則、第3法則みたいな、まあ、高校でやるやつありますけど、まあ、ああいうふうなやつがどういうふうに整理されたんかなみたいなのを、その山本義孝先生の本とかを読んで、いろいろなんか私の認識に違うなと思うことがあったんで、まあ、そういうのちょっとまあ今から言うんですけど、まあ、例えばまあニュートンってこういう運動方程式をこういう形で、ma イコール f っていうような形でもう定式化してないんですよね。なんか言葉で書いてあって、なんかこれをこういうふうに書いてないし、ましてやこう微分方程式っていう、見るっていうような考え方っていうのは、当時はなかったみたいです。で、まあね、ニュートンっていうのは熱心なキリスト教信者で、まあそういう神学的な興味と、こういう哲学的な、自然哲学的な興味っていうのがなんか重なってて、でまあ、必ずしもその合理主義的な考えだけで全てが今の見方でいう合理主義だけで、全ての話ができてるってわけではないんだなっていうのを、当時学びました。で、まあ、他に、書いてて面白いなと思ってたことは、ニュートンっていうのは万有引力の法則から楕円軌道を導いた、まあ、これってまあ力学の1年生の力学の目標ってこれなんですけど、まあ、どうもそうではないと。
逆に軌道があるときに、その軌道を与えるような力は何かみたいな問題を、考えてたみたいなことが、その、山本氏の、本に書いていて、こういうのを見て、なんか目から鱗が落ちるような気持ちになりました。で、まあ、こういう MA イコール F っていうのを、MA を DXDT 事情みたいなんで、微分方程式と見て解くっていうような考え方っていうのは、まあ、オイラーとかがやってるんですけど、まあ、そういうことが書いてあって、で、まあ、それを見たときに、まあ、超大天才の活躍以外にも、間にいろんな人が入ってて貢献してるんだなっていうのが、まあ、分かって、まあ、難しくて当然だなっていうのを、当時思いました。で、まあ、こういうのでですね、まあ、歴史を知ることによって、こういう地域の見方とかも結構変わってきて、で、まあ、そういうのがなんか、私の中では結構重要な、考え方の変異としてあります。でも、まあ、とはいえ、まあ、歴史的な見方を得るのも大変で、まあ、当時の常識みたいなのを理解してないと、なかなか読めないですよね、難しくて。で、当時は当時の最先端の知識で、そういう問題について考えてるわけで、まあ、私はまあそういう、歴史が好きな物理学者が書いてる本を、また聞きで読むぐらいしかできなくて、実際そういう科学史の研究とかそういうのには、全然、参入できるようなタイプじゃないんですけど、まあ、っていうのも、英語以外の語学力がかなり必要なんで、まあ、今、その、物理理解する上で必要な歴史的知識ぐらい止めとこうかなっていうような、まあ、そういう感じで、まあ、勉強していこうと思って、当時やってましたね。なんで、まあ、こういう感じで、こう、歴史の視点っていうのも、当時重要だなと思ったことの一つです。で、まあ、第三の、まあ、その視点として、まあ、工学っていうのがあって、まあ、今まあそのロジック、まあ、数学みたいなロジックと、歴史的なアプローチっていうのをまあ言ったんですけど、まあどうもそれだけではやっぱりそれはそれでまた行き詰まりがあるな、当時感じてました。まあ、どちらのやり方もなんか、なんか私にはちょっと行き詰まり感をがあったって感じです。まあ、ただ、それぞれ追求できる方は追求できると思うんですけど、でまあどういうふうに違和感があったかっていうと、まあ例えばロジックっていうのはまあ数学に極めていくと数学になっていって、まあ、現実から結構離れていって、なんかまあもともと物のことを調べたいとか、物を工学やりたいとか、そういう気持ちも多少あったんで、あまりにも現実離れするのはちょっと嫌だなっていうのを思いました。でもう一個は、まあ歴史っていうのも、歴史だけまあ研究するっていうのもまあ結構いいよなと思ったんですけど、まあ、そういうのをやるのってもうすごい語学力がいるんで、し、かなり地道な研究を積み上げて、ああいう歴史的な、みんなどういうふうに考えてたかっていうのをなんか明らかにする。まあ、それ非常に重要な研究だと思うんですけど、まあ自分もそういうのはできそうにはないなと、結構、そういうふうに思いました。で、まあこういうののですね、アプローチを超えるために、もう一個用意したのがその工学で、まあ、工学って、まあ、普通、まあ、普通は多分これ物理を応用すると思ってると思うんですけど、まあ、僕はどっちかっていうと、物理を理解するために、工学に入ってきました。でまあ、これ、ちょっと特殊な考えかもしれないですけど、まあ、工学って、まあ、こう、物をブラックボックスのように考えて、まあ、ガチャガチャやるんですね。で、別にここの中身は別にどういうもんでもいいみたいなとこがあって、で、まあ、なんかいろいろいじって、その手応えでこの形をつかむみたいな。どうします。で、こういうのの最小の要素をいっぱい組み合わせて、なんかものを作ってるんですけど、こういうのがですね、いじってるうちに、なんかそのうちなんか、ここ中身分からなくても、なんかイメージできてくるときがたまにあって、で、まあそういうのをなんか組み立てていくと、なんか大きいものができてきて、で、それで、まあ、複雑な形の本質が捉えられるな、まあ、当時思いました。で、それってまあ物理とやってること一緒だから、まあ、こういうアプローチで物理やろうぜっていう、まあ、そういうふうに思って、工学系に移りました。で、まあだから物理法則の中でどこまでできるのかっていうのを突き詰めることによって、その物理が逆にわかるっていうような気がしたんで、まあそういう立ち位置で物理やろうかなっていう、まあ、そういうふうに考えました。で、まあ、特に回路が結構好きで、で、電気回路って、まあ、箱庭的なところがあって、まあ、いろいろいじれるんで面白いんですよね。で、学生時代、まあ、あんまり、なんか、
まあ、ぼーっと生きてたんですけど、その時、学部の時に何かやったことって言ったら、なんかこの回路作ったりとかも家でせこせこやってた時もあります。これ、なんか CPU の作り方っていう、本があって、でそこに、こういうロジックの IC を、ディスクリートで集めて、つないでいって回路作るみたいなやつが、書いてあって、これすごい面白い本だったんですけど、でそこに書いて、すごいえらい感動しまして、でまあ、僕はコピーしただけですけど、そこに載ってた回路を家でこういうのを頑張って作って、でこの配線とかも、もうぐちゃぐちゃで見えないと思いますけど、まあ、こういうのを家で作って、家でエッチングして、こういう基板を起こしたりとかして、まあ、こういうの作って動いて、まあ、これで何できるかっていうと3分タイマーとか作れるんですけど、まあ、そういうコンピューターのモデルみたいなのを、こういうので作ったりとかして、まあ、面白いなと思ったりとかしてました。でもまあその回路の技術って現代社会の中ではまあすごいもう高度に成熟してて、もうその天才たちのなんかやってきたやつでもうすごいもうアナログ回路とかってもうすごいやり尽くさせてる感じがあって、研究としては結構難しいなっていうのは当時ちょっと感じてたと思います。で、まあ私としてはなんかその研究っていうなんか新しいことを追加するみたいなことをやっぱ大学院ぐらいから考え出すんですよ。何かこう、まあ、勉強するだけじゃなくて、何かこう、世の中に追加するってしたときに、何をこう追加するかみたいななる。まあ、それが研究だと思うんですけど、まあ、回路を使った物理とかで何か面白いことないんかなっていうのは、ちょっと結構思ってました。で、まあ、こういう古典回路のやり方、古典回路の方法っていうのじゃないような、まあ、見方でやると、まあ、別に研究になるんじゃないかなと思って見つけたやつが、そのメタマテリアルっていう、さっき言った最初に出したようなものになります。で、まあ、それで、まあ、メタマテリアルってどういうものですかっていう話なんですけど、まあ、原子とかって、まあ、こう、通常の材料って、まあ、原子がこう、並んでできてるわけですけど、メタマテリアルっていうのは、こういう原子が、さらにこう、構造を作って集まるんです。例えば、これだと金属のパターンで、これリング状のやつを作って、で、このリング状のやつを1個の原子やと思って、で、それを並べてあげることで、まあ、メタマテリアルっていうものを作りましょう。だから、まあ、原子のところと、メタマテリアルって材料の間に、なんかこう、中間的な原子のスケールを導入して、で、そいつを並べることによって、変な音を引き起こす。で、これって、まあ、大体金属とかで作られるんですけど、これ金属だとこれ回路なんですよね。例えばこういうところって、例えばこれほんまにインダクタンスみたいに見えるし、この下のところキャパシタンスみたいに見えるんですね。で、そういう回路みたいな見方で、で、これで、まあ、こういうところに光当てた時にどう応答しますかっていう、そういう話を回路みたいに考えるんですね。で、まあ、それって結構新鮮で、例えばまあレンズとかああいうのの設計に回路って関係するって思わないじゃないですか。で、そういうのが、つながるっていうのが面白いなと思って、この、メタマテリアルっていうところに入ってきました。で、二次元的なやつはメタ表面って言われてて、まあ、こういうのでも、これ三次元的に並べなくても二次元でも、電波とかを特定の方向に導いたりとか、まあ、いろんなことできます。で、まあ、こういう感じで、メタマテリアルっていう、まあ、構造を集めたものっていうのは面白いなと思って、まあ、これってこういう形をうまく変えることで、例えば透明マントとかそういう特殊な、材料とかを作れるわけです。電磁波が避けていくような。でそういうのは面白いなと思って、今まで、研究として取り組んでます。で、まあ、こういうのって何に役に立つんですかっていうと、まあ、光とか電波の新しい制御技術としてまあ役に立つなっていうふうに、思ってます。で、まあ、最近やってることとしては、まあ、ちょっとその数学とかとの接点をまあ持ちたいなといつも思ってたんですけど、最近そのトポロジーがこういう波の現象と関わるっていうのが、いろいろ出てきまして、まあ、トポロジーって言ってるのは、これドーナツ穴何個開いてますかみたいな話ですね。こういうののドーナツ1個穴開いてるやつを、まあ、こういうのって多少連続変形しても、このドーナツ穴の数って不連続な変形をしない限りは変わんないわけですよね。で、なんかそういう連続変形で波の曲、波の、そういう運動となんか関係するものがないかなっていうが、なんか最近、興味があって、で、まあ、そういうのってそのトポロジー
カール物理のところから来てるんですけど、まあ、それをすごく端的に示す例っていうのを、ちょっと前に構成、数年前に構成しまして、でそれは結構気に入ってます。これまあその時作ったこういう金属のパターンで、まあ、こういう周期的な回路が並んでるって、で裏側は全面金属で、電磁波がこの線をビューって伝わっていくんですけど、まあ、これを、ちょっとずつこの右半分は、形一緒で、ここは何も変えずに、左側をちょっとずつこうずらしていって、こう右側に入った部分はもう取り除いちゃうみたいなにすると、この押し込んだ分だけここなくなるんですけど、まあ、そういうふうにすると、まあ、ここの部分に血管を作ることができますよね。まあ、もう一回言うと、この右側の部分は保ちながら、左側の部分だけ具材 A っていうのはこの周期です、ね。これだけ動かすと。じゃあ、こういういろんなパターンを作れるんですが、まあ、それでここに血管ができるんで、で血管の周りには波がこう極材化するっていうのは結構知られてることなんですよね。でこの様子をこの具材をいっぱいいろいろ変えながらこう K を連続変形しながらどうなっていくんかなっていうのを、まあ実験で測定してみると、なんか横軸がまあこの具材っていう変形のパラメーターで0から1までグーって動くんですけど、まあ、これ色が黄色いとかよく波が左から入って右から抜けてくるってとこで、この紫色のところは波が反射するってとこなんですけど、その紫色のところにこういう線が横切ってるっていうのが観察されまして、でこれ1本、2本、3本、4本っていうふうになるんですね。で実はこの1本、2本、3本、4本っていうこの線がこの極材モードを表してるっていうのを、気づいて、まあ、これは非常にその面白いなっていうのを、見つけました。で、これはですね、もっと、根本的に考えれば、こういうイストリゲームで説明できるよっていうのに気づきました。これはほんまこの通りなんですけど、この黄色いところに椅子が、例えば3つずつ、あ、もともと4つ椅子があったやつが、イストリゲームが具材が0から1になる過程で、椅子が1個取り除かれるみたいなやつが、それぞれのところで起きると、ここのところで、人が追い出されるわけですけど、一番下は1人追い出されるし、上は2人追い出されるって感じで、まあ、1、2、3っていう数字が出てきますよね。で実はまあそれがその、トポロジーの言葉で言うと、まあ穴の、ドーナツが穴の数みたいなように対応してまして、で、まあこういう普通の血管に現れるようなモード、こういう状態向け、トポロジカルモードみたいなことが分かって、まあこれは個人的には面白い、非常に面白かった研究で、今はこういうのを発展させるような研究をしています。まあ、こういうのを実験するのは、まあ、この具材をいろいろ変えて、まあ、たくさん回路作って、まあ、実際どれぐらい作ったかっていうと、これ自分でこれだけ作りました。こんだけハンダ付けして、で、やってることはなんか学部の時の回路の話と似てるんかもしれないですけど、こういうのを大量に作って、で、もうこれを、いっぱい、ハンダ付けして、で、まあ、ケーブルがちょっと多すぎて、あ、ケーブルっていうかコネクター、まあ、サンプルが多すぎてコネクターを抜き差しするだけ、手が痛くて大変だったんですけど、まあ、これでなんとかこうさっきの、ような研究ができて、で、なんかそのトポロジー、波の極材とトポロジーってなんか普通関連図鑑やつをなんかもっと直感的に、あ、自分の感覚に分かるようなスケール、まあ、スケールっていうか自分の感覚に落とし込むような考えで、まあ、できて、あ、よかったなっていうのを、これは、については、思っています。で、まあ、これで大体終わりなんですけど、で学生の時に、まあ、進路を考える時に結構読んだ本として、その立花隆の青春漂流って本があって、なんかそれになんか、迷いと戸惑いが青春の特徴であるとか書いてあって、で、まあ、当時、まあ、僕はさっき言ったみたいに結構いろんなやり方、うまくいかなかったんです。で、なんで、まあ、まあ、それはそれでちょっと嫌だったんですけど、まあ、でもまあ、そういうもんだっていうふうに書いてあるんで、まあ、ぜひそういうのを追求しないといけないんだなっていうのを当時思いました。まあ、そこの中になんかこう、初めから老成してしまっていて、青春など全く持たない人も必ずしも珍しくはない。世間の常識から一歩も外れないようなことばかりを言い、またそういう身の処し方、生き方しかしようとしない。そういう人の人生は精神的には墓まるまで一直線の人生であるっていうふうに書いてあって、でも私はまあそういう失敗的な話も多かったんで、まあこうならないように、なんかまあとりあえずあがいてみるかっていうような感じで、まあずっとやってき
きてるっていう感じになります。で、まあこういう失敗談っていうか、まあ哲学的な変異だと思うんですけど、まあそういうのを活用して、まあ、皆さんも自分の道を探されるといいんじゃないかなと思います。で、まあ人と影響し合うっていうのは大事ですが、まあ、最近特にツイッターとかで有名人と知り合いにやりやすいですよね。そうなると結構カリスマに惑わされたりするんじゃないかなと思うんですけど、あんまりこう、聞きすぎるのも良くないと思うんで、ぜひまあ皆さんがこう、違和感があることとか、まあそういうこととかについてよく自分で考えられるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今日、これでまあ今日の話は終わりになります。はい、中田君ありがとうございました。私自身まあ、中田君とは中田君が京大の4回生の時に僕が当時修士の学生だったかな多分、うん、その時に初めて会ったっていう日のことを今でも忘れないで覚えてるんですけど当時京都大学の桂キャンパスっていうところに中田君がやってきてですね下駄を履いた音が廊下からカツ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 と来たことの日をなんか昨日のことのように思い出しましたなんかそんな中で当時数学を挫折して歴史をやってみてちょっとダメで多分それで工学的なアプローチにしようって言ってた時のちょうど転換点の 時からまあずっと中田君と一緒に議論をしてなんかこういろ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 喋ったなっていうことがなんかまとまっててありがとうございます。はい。で、ね、皆さん YouTube 見られてる方とかはコメント欄とかに多分貼ってありますし、まあ Zoom の人たちもチャット欄に貼りましたけど、スライドの方で質問受け付けてるのでよろければどうぞって言ったら来ました。じゃあ質問いきましょう。まず、どれくらいの本を読んでいましていたでしょうかって質問があるんですが、まあ今言ったような感じで、まあ、結構、まあ、どれくらいなんかな。でもまあそんな数は多くないですね。なんかいっぱい出しましたけど、まああいうのって結構まあむずくてあんまり頑張って読んだんですけど、うんうん、あんまりその読み込めてない感じですね。まあだから影響があるのって1年に 1,2 冊っていう感じだったと思います。なんかこう血になったなっていう感じの本っていうのは、まあその代わりでもまあそういうなんていうんですかね、本を読むときにまあ探しに行ったりするのが重要で、うん、前書きとかいっぱい読みましたね。前書きね。とりあえずまあ皆さんまあ本を読まれる方はまあとりあえずいろんな本図書館ってまあそれがいいことで、まあいろんな本があって前書きがいっぱいあるんで、まあその前書き読んでるだけでもなんかまあ。どんな感じの世界なんかなって見えてきたりするんで、うん、まあそういう、まあ、本何冊読んだかっていうと多分ほんまに少ないです。ちなみに中田君と僕の関係で言うと中田君は僕の電磁気学の先生と、まあ、評しているところがあるんですが、僕学生の時単位カーでしたけどね。カーやった。まあそんなもんやと思うんですけど、その時に一冊これ全部自分の中で読んだなっていう印象深い本とかありますか？あ、それはもうさっき挙げた、ベクトル解析30項と、相対論の本で特殊相対論の数学的基礎っていう、まあ、本があって、それも結構河合先生っていう人が大阪一大におられた人が書かれてるやつなんですけど、それもそこのに書いてあるロジックをむっちゃ点検してました。でその後メール送って、まあ、ちょっとなんか仲良くなって、まあ、未だに交流があって、そういうのもまあいいだなと思います、うん、はい、そうですね、ありがとうございます。次の質問です。お、結構面白そうな質問ですね。大学研究者として自分のような学部生がいたら正直どう思いますか？良い意味で注目ってされますでしょうか？実際の教育現場では変な学生いるなという捉え方ではないかと思うのですが、そして教員としてそういう学生を拾い上げていくにはどのようにすれば良いでしょうか？好きにさせておくという感じでしょうかっていう話ですね。これ2つですね。
もし自分がそれ教員だったら、まあ、テスト採点したりとかしますよね。で、まあ、そういう時に、まあ、昔の自分のことを思うと、まあ、あんまこれできる学生ちゃうなって思ったと思いますね、正直。で、なんていうんですかね、まあ、あんまり成績もいいやつもあれば悪いやつもあるみたいな感じで、そんなにすごいムラがあったと思いますし、で、まあ、でもその、ある意味、そういうのをあんまり言わないっていうのはいいんじゃないかなって、最近は思いますね。モチベーションとかって結構、まあ、人それぞれなんで、なんか育てようと思っても、まあ、育つようなもんでもないし、なんかっていうところはあります。でも、なんか、まあ、私も信州に行ったときって、なんか、学生の人に、当時結構好かれまして、なんか、ゼミとかやってたんですよね。なんか、自主ゼミみたいな。で、まあ、そういう人らとなんかコミュニケーションし、まあ、今日言ったような話を、まあ、よく、まあ、ああいう、あそこにいた学生が、なんかそのワインバーグの方をに感化されたらしく、なんか、次の演習の時間に、なんかさっきのようなことを言って、なんか物理はいいんですかみたいな、なんか、そういう哲学論争みたいなのをやる人がいましたね。で、まあそういうの結構僕は面白かったんですけど、まあ、ね、そういうなんか考えるっていうのがまあ結構大事なんかなって、モチベーションを持って考え続けれるようなこと、まあそういう話をできるのが一番いいよなっていうふうに思います。点数でこう分けちゃうと、なんかそういうのが全部漏れていってしまうんじゃないかなっていうのを最近結構思ってますね。で、なんかまあそうだね、だからそういうのを、まあ僕自身も大学教員ですけど、やっぱりこう良い意味で注目されるかって言った時に、まあ、なんか中田君のことを思い出すと、4回生の時に多分その工学系研究科で、なんだっけ、電気工学専攻でいいんだっけ、はい、なんか そこに来た時に、なんかそのなんか いい意味で目立ってたっていう感じはしますけどね、個人的には。なんかそういうなんか噂話っていうのはなんか漏れ聞こえてたような、なんか状況やった気がするんだけど、どう思う自分で。あ、でもまあみんなあんまごちゃごちゃ言ってなかったと思いますね。ごちゃごちゃは言ってないし、なんかむしろなんか大歓迎やった気がする。なんかそういうなんか変な学生がいるということ自体が大学にとって宝やと思うので、なんかすごいこうみんな歓迎して、なんかそういうなんかある種外れた子っていうのがちゃんとまだこの教育環境でもいたかって思うのがなんかすごい良かったなと。結構いますけどね、そういう人。まあ見えてないところもあると思う。見えてないんで、だからそういう意味ではなんかいいかなと。というのはまあ拾い上げるために、まあ、鹿野さんはこういうとこをされてるのかなと思ってますけど、まあ、だからまああえてこういう、あ、ちょっと恥ずかしい話ですが、はい、そういうのを持ってきました。はい、ありがとうございます。で、だから学生とし、学生を拾い、まあそういう教員としてそういうの学生を拾い上げていくためにはどうすればいいかっていうのはどうか。こういう話をやっぱりそういう哲学的なこととかを言った方がいいんじゃないですかね。やっぱりなんか、うん、考え方みたいな、なんかまあ問題の解き方っていう話じゃないことを、まあ特にその学部の前半とかに、まあそういうのができることがあればいいのかなって最近は思います。あるがってくるともうね、結構その実利的になってくるんで、そういう意味ではそのね、哲学的な問いを持てたりするっていうのがまあ大事なのかなと。そうですね、確かに。研究とかも結構あるじゃないですか。問題解くのは上手だけど、なかなか、あんまりその問題を作る方に興味を持たない人も結構いますよね。いる。まあ、だからそういう、すごくよくできるんですけどね。プラクティカルにはいいと思うんだけど、なんかそれだと、なんかこう、ものを生み出す源泉みたいなものが枯渇してしまうんじゃないかと、やっぱ思ってしまう節があって。そうですね。だからそういうので、なんか、我々なんかすごいこういろんなことを議論して、なんかこう物理だけで話が閉じないっていうのが
いつも面白いなとずっと思ってるんだよね。けど、うん、そういうのはだからどういうタイミングでどうなんかターニングポイントがあればいいのかなと、なんか教員の立場になってみると、そういうのをどうやったら環境としてこう残し続けられるだろうかっていうのかな、まあ、なんかそういうのをなんか常日頃感じることがあるかなと僕個人は思ってますね。だからやり方は個人的にはなんかとりあえずやってみて僕はねなんか失敗したらまあしょうがないって言って、はい、こうなんかやるのが それくらいしかもうやれることが逆に言うとないかなと個人的には思ってます。こんなんでよろしいですかね。であとなんか他にありますかね。そういう意味で今日の工学的なアプローチっていうのはなんかすごいこうなんかこういう心に響くものがあって、そのファイマンが What can I actually create is that I do not understand っていうすごく有名な板書に残された言葉っていうのがあって、その自分で作れないものは理解できないってやつだよね。だからそういうものになんかすごくこう感化されてるというか、なんか実際にこうね目の前で今日見せてくれたトポロジカル物質のやつとかっていうのは若干東京大学時代で一緒にこう隣で見てた部分がありますけど、なんかああいうのがこう実際にこうものとしてこうなんか現れる瞬間っていうのはなんかいて面白いよね見てて。そうですね、やっぱ物があるっていうのになんか重きを置いてるんで、うん、ね、数学もまあその頭の中に物はあるわけですけどね、うん、その現実縛りっていうのでどこまでやるかっていうのを、まあ、持ってやってますね僕はああいうレベルの、現実で、できることっていうので、まあ、考えてますね。まあ確かにね、そういうのはけど、そちっちゃい頃からのその体験っていうのとなんか今思ってる体験っていうのはなんかこう感じ方が違う、それとも一緒？いやまあ一緒ですよね。その僕にどういうふうにもの見るかっていうのにまあ関心を持ってやってるんで、うん、あんまり変わってないですね、うん、まあ、でも逆にまあでも大きくなってからね、そういう、まあ、いろんな人の生き方っていうのを見るから、そういうのあんまりそうじゃないのがあるっていうのは知りましたけどねそういうことね、うん、いやだからそれ興味の持ち方一つなんで、いや別で非難してるわけじゃなくて、なんか僕はそういうタイプだったんだなっていうのを結構思いますけどね、まあ、ある種個性があるというか確かにある種個性、まあそうね、個性の塊みたいなもんだよねそれ。けどなんかそのまあみんな違って多分いいんだと思う。そうだと思いますけどね。でなんか、うん、物理でも結構計算してるうちにイメージがつくタイプの人とかもいるじゃないですか。うん、まあ、結構そういう素粒子の人とかに多いと思うんですけど、どんどん計算してでどんどんイメージがついてどんどんやれるみたいな人、まあ、そういうの結構憧れたんですけど、なかなか自分ではなれなかったですね。あ、逆にまあだからそうじゃない見方でやりたいなっていう、まあ、そういうのありますね。まあ確かにね、そういうことか。まあけどな、意味を考えてから計算するみたいな計算してから意味をつけるっていう、まあ、そういうやり方も結構あるし、まあ、いろんなアプローチがあるってことですね。同じ物理って言ってもね、いろんなアプローチがあって、まあ、そういうの面白いなと自分では思ってます。そういう今言ったどっちがいいっていうんじゃないんですよね今の話、うん、でまあ、なんかそういうとこがなんか、ああこういうふうにアプローチするやり方もあるんやみたいな、まあ、そういうとこが面白いなと個人的には昔からそういうの面白いなと思ってます。うん、僕も面白いと思ってます。で、だからそういう意味で今日の途中に出てきた力学の法則の話、ええ、その力学の法則の話ってまあ今今年から僕は1年生の授業を担当してて、ちょうど物理の必修の授業を担当してるのね。ええ、でその中でなぜ物理を必修にしなきゃいけないんだろうかってずっとなんか悩み続けてんだよね正直言うと、はい、
なんかなんでこう1年生に理工系の1年生になって、例えば生物系とか化学系とか、なんかこうちょっと違う分野に進みたいとかいう子に対して、なんで物理をしかも必修でやらせてるんだろうっていうのは、なんか実は個人的な悩みとしてあって。で、力学っていうのはなんで、しかもなぜかさ、力学と電磁気じゃない、大体やるのって。今日ちょろっと紹介してくれたルジャンドル変換のところで紹介してくれた熱力学なんていうのは、まあその物理の必修科目としては入らないよね。そうですね。まあ入ってます。入ってたと思いますけどね。なんかまあ入ってるとこもあれば、なんか多くの大学っていうか、多くの日本の大学の中で、その今物理何勉強し、まあ1年生に物理何勉強してますかって言ったら、多分力学ってみんな答えると思うんだよね。そういう意味で、だからそういう意味でなんかこう、意味が本当にまあみんなにとってあるのかなっていう、なんかこうなんか考える日が多いんだよね。だからそういうのって、なんか逆にすごい意味があると思いますけど、何が？僕は結構そのさっき言ったみたいな問いですごい好きさっき言った問いで。で、だからその力学の問題解くっていうんじゃなくて、その力学っていうのは一体何をこう社会にもたらしたのかとか、そういう、まあ、そもそも法則ってなんだとか、そういうのはまあやるのにすごく適してると思いますけど。それは電磁気だ、あかん。電磁気もそうですよ。電磁気も、場っていう考え方を、場、式を解くんじゃなくて、場とは何かっていう、そういう歪んでるものっていうのは何かみたいな、まあそういう見方を、まあそういうふうに習わないですけどね。僕はそういうふうに思ってますけどね。そういう、なんか、自由度が1個以上、場にあって無限自由度になるような、系をまあ理解するっていうのが電磁気だし、力学っていうのは一自由度のもので、で、それでまあその最初にまあある意味成功した物理の理論なんで、し、まあ今でもまだ発展してるとこもある、まあ解析力学なんてどういうふうに理解するか、例えばその運動をどう理解するかっていうのですら、まあ解析力学の考え方もあるし、まあそこからまあまた D は何かとかそういう話、あるじゃないですか。まあ、そういう微分形式で解析力学やるっていうのも、まあ、いいと思いますし、まあ、その先にもっと数学で微分幾何とかの世界が広がってると思いますけど、まあ、そういう意味でも、非常に、そういう見方で結構面白いなと思いますね。ただ、あんま具体的にこう、微分方程式解く練習とか、まあ、そういうのになると、あんまり普通の人にはいらないかもしれないですね。そうだよね。だからなんか内容っていうよりは、なんかその根本的な考え方っていうのをなんかこう学ぶっていうか、そのまあヒストリーとともに学んでいくっていうのはなんかすごくこう重要だと個人的に思ってて、それはなんか確かになんか賛同できんだよね。けどなんか力学と電磁気って実は似て非なるものじゃない。はい。じゃあ一緒じゃないですか。自由度が違うだけ自由度はちで。ゃうけど。僕が学生の時にあんまり理解できなかったことは、力学、電磁気ってなんかこう、ローテーションとかダイバージェンスがいっぱい出てきて、なんか、ああいうの扱いやってたんですけど、まあ、でもその後、まあ、分かったことは、ああいうのってまあ、そのゴム膜みたいなやつで、まあ、そういう意味では、あれも、こういう、まあ、絵描いたら、まあ、バネにこう重りがいっぱいつながってるみたいな。これがまあ二次元的に広がってるみたいな。まあこういうのはラプラス方程式の形になるわけですけど、だからそういうの全然わかんなかったですね、学生の時。だからそういう意味では、僕は個人的にはこういう、力学のなんかが自由度が多いやつとして電磁気があって、でも、てかそういうふうにみんな思ってると思ってました。で、まあそれで、そういう、どういうふうにこれ歪んだ時にバネに力かかるかとか、そういう、まあ、ある意味それってそのエーテルとかが否定されたっていう言葉が強すぎて、そういうのなんか語らないようにしてるんじゃないですかね、みんな。ああ、そういうことね。
まあそういうのはちょっと思いますが、いやだからこう専門的になってきたけど何ちょっと専門的ですけど、ね、ちょっと専門的よね確かに、はい、あのまあ相対性理論とかの発達とかによってまあそういう裏にこういうバネとか重りとかを考えることは無意味だっていう考え方とかが生まれて、うん、でまあそれがまあ強く言葉が結構一人歩きするとこあるんで、うん、なんかみんなやっぱりそういうところに引きずられてるっていうのはあるかもしれないですね。まあそういう意味であの最後に言ってくれた、なんか人と影響し合うのは大事だけどカリスマに惑わされないようにっていうのはその通りかもね。はい、まあこれ一つ言いたいことだったんで。そうだよね。だからこのその人的なカリスマもそうだけど、なんかこうカリスマ的な言葉っていうのは何個か、こう物理は結構そういうのを発する学問だと思うんだよね。その最初で言うとそのワインバーグの話とかも。とか、うん、あれもでも誰が言ってるか分かんないですよ。多分本に書いてないと思うんだけど、うん、だからなんか自然発生的にそういうのが生まれてくるんでしょうね。なんかあの売る時とかに。で、人の響くような強い言葉をみたいなとこ多分あると思うんで、まあ、どういうふうに生まれてるのか分かんないですけど。あ、実際そのアマゾンのやつとか見たら面白いですよ。だからその本の内容のとこにはその言葉が書いてあるんですけど、うん、上の方のに別に内容が書いてあって、そこはそこの部分消されてるんですよね。なんか、あ、そうなの？そのなんか科学とか、生物がとかいうああいうきつい言葉抜かれてて、うん、なんか多分言い過ぎやみたいな話になってるんじゃないですかね。あ、そうなんだ。それは、いやけどさっきアマゾンでクリッとあの確認はしたらちゃんとそのブックデータベースかよりっていうか、そっちの方には書いてるんですけど、上の方には書いてない。書いてないね。でもそれもなんかある種のその最後の話につながってるんですけど、そなんかまあ人のねこうカリスマとかを利用してなんか強い言葉でみたいなところとかが結構やっぱあるのかもしれないですね。まあそれはね、まあある種の時にあるのかもしれないけど、まあちょっと分かんないんで何とも言えないですけど、それを、準備してる時に見つけて、なんか不思議な現象やなと思って確かに思いましたね。はい、けどまああの中田君はこれは失敗談だと思う？自分の話ってのは、まあある意味ではその失敗だと思うし、ある意味ではまあ今の道に入るための成功談とも言えると思うんですよね、うん、もっとスマートにやれるやり方もあるのかなという気もしてますけど。けど当時なんかがむしゃらにやってたってだけな感じ？それともなんか結構真剣に写経してたんで、数学の方。うん、なんかそれはなんか、うん、あの、いやでもそうやってでも考え方知らないからそういうことになるんですよね。あのだからさ、途中で言ったやつで、やっぱこの対象として数学の個別の事象っていうのに魅力を感じるような考え方っていうのを知らないから、そういう考え方に多分なってんのかなっていうのを後で思いましたね。ああ、だから数学的な対象物っていうのが自分の目の前にこう降りてこないっていう感じだよね。だ、具体的なそういうなんか対象物、例えば方程式とかそういうの具体的なやつとかにみんなやっぱ生きてるわけですよね。で、そういうのってすごい頭の中で具体化されてるんだと思うんですよ、皆さん。あんまそういうところを考えずに、なんか表面的なところでさらうとそういうことなんねんなって今も思います。まあ確かに。まあそういうのならないように、まあ、してあげるのが本来いいですよね。あの、まあ、僕は別にその人に言われてもそんな聞くようなタイプじゃなかったんで。うん、あのこういうのってまあ失敗から学ぶもんだとは思いますけど、まあ、こういう機会があったら、まあそういうの先人の人ってそういうふうに失敗するやり方もあんねんなっていうのが分かるといいかなと思って持ってきたんですけど、まあ、次その道を歩きたい人は、ああそっか、具体例が大事なんだって思ったら、まあ、あのそれでバッとうまくいったりするんじゃないか。まあ、あの友達とかは結構普通によく理学部の友達とかはすんなり言ってましたけど、それ引っかかる人もいるっていう、人によるんですよね、そういうの。だそういう意味ではその人それぞれにその合わせて、まあ教育なんかね、そのどうしても授業やる側としては、ね、一人一人っていうわけにはいかないから、どうしても進んじゃうけど、まあなんかそれでもなんかこう分からないことにこそ意義があるというか、
引っかかってるところになんか研究のヒントがあったりするっていうことはまあよくあるじゃないですか。ですね。まあ、だからなんかそういうのは本当は大切にしてほしいなっていう、いう話がなんか今日はずっと連続してて、ああ面白いなっていうか、なんかこう、ああ個人的にはいいなと思ってるんですよね。それもなんか具体例の話なんですよね、こういうなんか、うん、具体例でやっぱりみんな考えて、うん、愛していく、まあ、具体的に対象がないとそういうのも話せないからね。うまいこと、まあ、うまい道を常にみんな探してて、他の分野とかのやつとかの影響とかを受けながら、全然関係ないとことかから考え方を、まあ、似た考え方とかを影響を受けたりしながら、あの発想のもとにしたりしてるわけで、まあ、そういうのはね、あの大事だなと思いますね。まあそうですね、確かに。だそういう意味ではよく出会う、フラ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 してますもんね、中田くんも。まあ僕もですけど。まあフラフラしすぎな、あの 僕が言うのもなんですが。まあそんな感じですかね。なんか質問がなければ、あのちょっと早いですけど、なんか終わりにかかりたいと思いますが、大丈夫ですかね皆さん。ちゃんと 見えてないっていうのに不安感があるんだけど、大丈夫かな。じゃあそうすると、なんか最後、あのすいません、中田君一番最後に、あのメッセージを言った後にもう一回っていうのはちょっとなんかいささか申し訳ない部分がありますが、何か最後にあの一言お願いできればと思います。そうですね、まああとはあの、まあ、皆さん多分あの、まあ、私も結構その一歩踏み出すっていうのはなかなかできないタイプだったんで、まあちょっとでも興味があったりしたら、ちょっと一歩踏み出して、そういうところをちょっと踏み込んで具体的にやってみるっていうのをぜひやってみると、なんかものになってくるんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい、じゃあありがとうございました。本当あの、まあ、あの中田君もあの忙しいのでありがとうございましたということで、あのじゃあこれで3時間目の授業を終わりたいと思います。どうもありがとう、皆さん聞いてる方ありがとうございました。で次はですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。